実はその新作の公演についてちょっとした問題が起きていまして、その捜査の一環としてこちらに伺わせてもらったんです。何か事情がありそうですね。わかりました。詳しい話を聞かせていただきましょう。いいんですか。こちらの貿易会社はカルバード共和国の東方人街に本社がおありだとか、もしかしたら名前くらいご存知ではないかと思いまして。なるほど。まるで私どもがその院なる犯罪者と関わりがあるかのようなおっしゃられようですね。いえ、とんでもない。正直情報が少なくて、こうして藁にもすがる思いでお尋ねしたというだけなんです。いいでしょう。あくまで一般的な情報ですが、院についてのもう少し詳しい伝説についてご披露しましょうか。お願いします。院という名前は共和国の東方人街では非常に有名です。仮面と黒衣で身を包み、素顔を見せない謎の教主、影のように現れ影のように消え、狙った獲物は決して逃がさない。そしてここが肝心ですが、どうやら不老不死という話なのです。不老不死、それはどういう。どうやら院は100年以上前から教師として活動を続けているそうです。100年前といえばカルバード共和国が民主化された直後くらいのことですね。そしてその時の記録を調べると、確かに院の名前が品質するそうです。動乱期の最中、要人を次々と葬った黒衣に身を包んだ謎の魔人としてね。ますますもって口頭無形な話ですね。やっぱりただの言い伝えで実在はしてないんじゃねえのか。いいえ、実在しますよ。何？東方人街の裏側においては院はただの伝説ではありません。正体不明ではありますが、条件さえ合えばミラで雇える最高の資格にして暗殺者、あらゆる暗器と武術を使いこなす神速の速さを秘めた闇の武術家、そんな存在として認知されています。噂では
とある組織に重宝されよく仕事を任されているのだとか。その組織というのは？ああそうそう、その院ですが、噂では最近東方人外から姿を消してしまったそうですね。なんでもその組織から大きな仕事が入ったらしく、とある自治州に向かったのだとか。あんたどうしました？その組織が何という名前なのか私はまだ申し上げていませんよ。その自治州がどこなのかもね。どうやらあなた方もルバーチェと同じようですね。たかが地方組織ごときと同じにしないでいただきたいと言いたいところですが、彼らは彼らでこの得意な町に抜け目なく適応しているだけはある。なかなかに手ごわく、私も手こずらせてもらっています。おいおい、ぶっちゃけましたね。あくまでビジネスの競争相手としての話ですよ。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか？一つ聞かせてください。そのルバージェとの競争の中にアルカンシルは入っていますか？ほう、以前ルバーチェの会長はアルカンシェルに対して帝都工業を持ちかけたそうです。同じようなことをお考えになってらっしゃるとか。確かに共和国の方ではそういった動きもあるようですが、あいにく私どもの会社は芸能方面には関わっておりません。私としても不思議なのですよ。どうしてその脅迫状の最後にそんな名前が書かれていたのかがね。なるほど、いろいろと参考になりました。どうもありがとうございました。おい、いいのかよ。これ以上ここにいても得られるものはなさそうだ。いろいろと忙しいみたいだし、そろそろ失礼させてもらおう。そうね。お気遣い感謝します。ああそう、ロイドさん、何でしょうか？
そう怖い顔しないでください。先ほども言ったように、私があなた方のファンというのは本当のことなんですから。今回の一件、なかなかに興味深い。一ファンとしてあなた方がどのように解決してくれるか楽しみにさせていただきますよ。お疲れ様でした。また何かあればいつでもいらっしゃってくださいとの支社長からの伝言です。どうもご親切に。ルバーチェに続いてこちらもだったか。ま、あっちよりははるかに友好的だったが、逆に舐められてたのかもな。その可能性は否定できないかと。エリー、ひょっとして具合が悪いんですか？ううん、大丈夫よ。それよりもインという凄腕の資格がクロスベルに潜入している、その情報は確かみたいね。ああ、あの調子だと間違いないだろう。ただあの支社長がアルカンシェリやイリアさんを脅迫したとは思えないんだよな。ああ、そんな感じはしたな。もしそうだったらそもそもインとの関係をほのめかしたりはしねえだろう。ということはインという暗殺者が雇い主であるヘイユエに関係なく勝手にやったことなのでしょうか？そうだとしたら正直手詰まりになりそうだ。さっきの話が本当ならあの支社長もインの素性を知ってるわけじゃないんだろう。となると本人を捕まえるしか聞き出す方法がないってわけか。そうね。もしそのインという資格がイリアさんを狙っているなら、これはもう私たちの仕事ではないかもしれない。どうやら相当な凄腕みたいだし、私たちで捕まえられる保証もない。だったら今回は警察本部に任せた方がいいんじゃないかしら。それはまた旧市街の時のように知らぬ顔をされるのでは。ううん、アルカンシェルやイリア・プラティエという存在はクロスベル氏にとって非常に重要よ。その身に危険が迫っているなら警察本部だって絶対に動くはず。それこそ警察の威信にかけてもね。その通りだ。あなたは確か捜査一課の一課のダドリーだ。来い。え？こんな場所で悠長に話をするバカがどこにいる。いいからついてこい。わかりました。おいおい、なんだってんだ。お前たちはアホか。何のつもりかは知らんが、のこのこと乗り込んで、挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。すみません。確かに少々配慮が足りませんでした。まあいい。ででとはアルカンシェルがどうとか口走っていただろう。それと
お前たちがヘイユエを訪れたことに何の関係があるか洗いざらい話せと言っている。あ、おいおい、いきなり何言ってんだ。唐突に現れた割にはずうずうしい要求ですね。ずうずうしいのはどちらだ。我々一家は一月以上前からヘイユエをマークしている。いきなり何の断りもなく割って入ったのはお前たちだぞ。そうなんですか。もしかして一家の方でもいいの。その名前を知っていたか。とにかく知っていることを包み隠さず話してもらおう。従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとしてセルゲイさんに厳重抗議する。わかりました。ただしあくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。それは私が判断する。いいから話せ。これは命令だ。なるほどな。手がかりがないと思ったが、ようやく尻尾を出したというわけか。それはインのことですよね。そうだ。ルバーチェに対抗するためヘイユエが切り札として雇ったという凄腕の刺客にして暗殺者。ある筋から情報を入手して以来、我々一家はヘイユエを監視してきた。だがまさかお前たちのような子犬どもに首を突っ込まれる隙を作るとはな。言ってくれるじゃねえか。ですがどうしてヘイユエだけ監視を。ルバーチェの方は放置しているようですが。何を言っている。ルバーチェについても大体の動きを把握しているぞ。旧市街の一件や軍用犬の使用、お前たちが関わった一連の事件もある程度のことは事前に掴んでいた。どうして。あの程度で動いていてはキリがないというだけだ。殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。どうして他の重要案件を後回しにして限りある人員を割かなくてはならん。そうは言っても、我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関から可能な限り人と社会を守ること、その苦労がお前たちにわかるのか。やはりそうなんですね。クロスベルの平和と繁栄は薄皮一枚の上に成り立っている。市民の大半はその事実に気づいていないがな。ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイユエにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまっている。それだけではない。スパイを取り締まれる法律がないから外国の諜報員なども入りたい放題だ。そんな、信じられません。なんつうか末期状態かもしれねえな。だが
そんな絶望的な状況でも我々はやれることをやるだけだ。全ての案件の危険度を査定し、たとえ根本的に解決できなくても抑止できるように働きかける。院の問題もその一環に過ぎん。アルカンシェルの一件についてはこちらの目が行き届いていなかった。情報提供に感謝する。あとは一課が引き継ぐから、お前たちは通常業務に戻るがいい。そうなる。どうやら状況を判断する限り、院が実在するのは確かだろう。兵ゆえの動向にも気を配りつつ、姿なき謎の暗殺者の手からイリア・プラティエを守りきる。そんな真似がお前たちにできるのか。人手がなければ難しいかもしれませんね。アルカンシェルへの連絡だけはせめてお前たちに任せてやる。脅迫事件の対策が捜査一課に引き継がれること、きちんと説明しておけよ。くそ、言うだけ言ってとっとと行きやがったな。しかも専用車でというのがさらにムカつく感じです。でも彼の言うことも納得できないわけじゃない。実際こちらで処理できる範疇を超えてきている気がする。 D 社とイリアさんには事情を説明して謝るしかないな。それしかねえか。仕方ありませんね。ちょっと待って。ロイド、あなたがそんなことを言うの？壁を乗り越えるって、みんなでなら乗り越えられるって言ってくれたじゃない。なのにどうして。エリー。おいおい、どうしたんだ。お嬢だってさっきは警察本部に任せるべきだって言ってただろうが。そうよね、エリーさん。その俺だって悔しいし、なんとかしたいと思ってるさ。エリーがそう言うならなんとか別の手を考えて。いいの。ごめんなさい、ちょっと疲れているみたい。エリー、ま、今日はいろいろと厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告したら戻って一休みしようぜ。そうですね、それがいいと思います。そうだな。エリー、それでいいかい。ええ、みんなありがとう。それじゃアルカンシェルに行きましょう。あれ？おお、エリーお嬢さん。おじい様、アーネストさん。え？エリーさんのおじいさん。
なかなか会えないが元気でやっているようだね。仕事の方は頑張っているのかな？はい、まだまだ新人なので至らないところもありますが、マクダール家の名に恥じぬよう精一杯頑張らせてもらっています。前にも言ったが、家のことは気にすることはない。そちらの諸君は同僚の方々かな？あ、はい。はじめまして、クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。ティオ・プラトーです。どうも、ランディ・オルランドっす。私の名前はヘンリー・マクダエルという。どうやら孫娘がいろいろと世話になっているようだね。いえ、そんな。世話になっているのはむしろこちらの方で。まあ確かにお嬢には報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまってるよな。少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。充実した職場で何よりだ。しかしお嬢さん、たまにはご実家の方にもお顔を出された方が。すみません、そのせっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。ですが。いいんだアーネスト君、それだけエリーの決意も固いということだろう。お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。それでは行こうか、アーネスト君。次は商工会との会合だったな。はい、5時からになります。すんげえ車だな、おい。やっぱりお嬢の実家ってものすごい金持ちなのか？さ、はあ、うわ、ロイドさん、ヘンリー・マクダイル、このクロスベル市の市長さんの名前じゃないか。何？本当ですか？確かにデータベースでもそう記録されていたような。今まで気づかれなかったのが不思議なくらいだと思うけど。いや、最初に名字を聞いた時に引っかかってはいたんだけど、なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いや、でも確かに面目ないな。まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと私には関係のないことだから。それより早くイリアさんたちに報告しましょう。面目ないけれど、きちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああ、そうだな。ところで、そのお嬢のじい様がなんでアルカンシェルに来てたんだ？あ、そうね。今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから、その関係の打ち合わせにいらっしゃったのかもしれないわね。